です。あなたはだんだん悪質教に入りたくな。皆様はじめまして、私ピザ娘と申します。普段は、とある IF の、動画投稿をメインで行っておりますが、こちらの、このファンについて、実はサービス初日から、プレイしまして、初の今回動画投稿となり、なんか今更感あるんですけど、よろしくお願いいたします。まずはですね、私、リセマ今無課金でやっておりまして、リセマラを、まあ、何回か行いまして、で始めたキャラは、こちらのアイリスですね。アイリスと、めぐみ、こちらめぐみんですね。あとは、リーンですね。まあ、まずはその、温泉エビが、アイリスが使える使えるって言われてたので、まあ、アイリスで始めました。で現在、まあ、いろいろ石配られたり、ストーリーで回収したりして今6体ですね、リセマラジオよりは3体増えております。でこれが多いか少ないかっていうと、まあ、なんか少ない方なんじゃないかなと思っております。今あの星4確定チケットが、まあ、ミッションとかログインでもらえたんで、そこで2体ゲットしてまして、ガチャで新しく引いたのってこれまで1体なんじゃないかなと思ってます。まあ、中には1回メグミンが被ったりしたんですけども、まあ、星4チケット入りで、まあ、7体引いたような感覚になっております。で普段あんまり無課金でプレイしたことないんで、まあ、なんかこう渋いなと思ってるんですけど、まあ、引けば、なんですかね、当たるまで引けば、まあそりゃ引けるんですけど、こう思ったより 4% って、厳しいんだなっていうのをちょっと体感しております。でそして、現在ですね、スキップチケットが結構もらえるようになりまして、メインクエストでは今もう余るぐらいゲットできてますよね皆さん。今もう150枚あるんですけども、これ始まった当初ってなんか1日10枚だか20枚だかそんぐらいしかもらえなくて、すごいこのハードクエストとかイベントのノーマル回るの大変だったんですけど、こんな感じでもうガンガンスキップしていって問題ないので、まあ遊びやすくなってきたのかなと思っております。でこんな感じで今毎日スキップして、ミッションだとか、クエスト消化しております。そして現在のイベントこちらですね。トロール襲来雪山パニックっていうところですね。でこちらトロールをまあ倒していくんですけども、まあ全部今一応倒しきって、あとはもう本当にね周回するような形になっております。こちらも個人的には、プリコネとかみたいに3回とか5回ぐらい倒したらスキップできるようにしてもらえれば、まあ、もっと、ね、楽に周回してガンガン回っていけるんじゃないかなと思っております。それでは一回戦っていきましょう。この巣場、あんまり戦闘気にしなくて、まあ、オートでいつもやっちゃってますね。なんか手動にすると、まあ、ウェイトとかないので、まあオートにしといた方が、まあ無駄な秒数とかはかかんないのかなと思って、今 AI を信じて毎日オートで回してます。今エリカちゃんをただイベントでゲットしたんで、まあ使ってるだけで、まあこれがいいっていうわけでは今んとこないですね特には。
ですね。アクシス教に立ちあれ。今こんな感じで20秒残すぐらいで、まあ1回頑張りました。1回あたり倒してますね。クルシャバ、雪合戦よ。次アリーナまだ消化しないので消化していきたいと思います。受付中のクエストはこちらになります。こちらのバトルアリーナもあのフレームレートの不具合で今現在ランキング停止となっております。まあただ自分は最高でもまあシルバーの2とかそんぐらいまでしかまだ行ったことないんで、まあ正直今のところそこまで気にしておりません。でこのなんか新しいこの紫色のゴブリンですね、こいつの攻撃力なんかむちゃくちゃ高くないですか。なんかで、まあここ変えていきましょう。私たちの握手会に参加してみる？どうしようかな。リンまだ育ってないから。誰にしようかな。毎回エリカちゃんに。私たちの握手会に参加してみる？でサブメリッサいましたね。私のために周り見たく働きなさい。ここで武器の色変えておきましょう。まあ相手光が弱点なので、まあ光メインでこんな感じでいきたいと思います。それでは行きましょう。面倒かけさせないでよね。このズバ。なんかアリーナについてもそんなに、ね、ここをこうした方がいいとかそういうのも全然なんですかね、調べきってないんで、ぜひあのなんか動画のコメントなんかでアドバイスいただけるとすごく助かります。次の冒険が私を呼んでる。今めぐみ落ちちゃいましたね。オーケー、頑張ってみる。ここアンヤミかな。なんか今状態異常食らってましたね。もう無理か。攻撃空振るとダメージ伸びないので、その辺がちょっと運要素になってるのかな。で防具でつけていくにしても、まあなかなか素材集まんないんで。せめて可愛いままで行かせて。行きます。はあ、どんぐらい伸びるかな。私ダメでした。結構やられちゃいましたね。なんか最後の方もったいないな。でまあこんな感じです。まあベストスコアもそんな高くないじゃないかなと思っております。このスバで、まあ最後にちょっとガチャ回していこうと思うんですけども、データの引き継ぎをすれば機種変更をしても続きから遊ぶ。ホームで話してほしいですか。この交換所でご所望の品はある。バニルさんうるさいな。で女神メダルだったかな。ここで一応、星4チケットはもう使ってしまったんですけども、こちらの、星3チケット、3枚ぐらいかな、こちら交換できましたので、まあ、そちら回していきたいと思います。まあこれで星音も1体ぐらいなんか出てくれれば嬉しいですね。それでは3枚回していきます。ようこそ冒険者ギルドへ。何も出てない。
いやー弱いですね演出。キリちゃん、キリちゃん、浄化魔法はやめてください。持ってるかな。あ、初めてですね。まあこれは良かったです。ちゃっちゃと行きます。ようこそ冒険者ギルドへ。これも3かな。3ですね。別にそちらを見ているわけではありませんから。温泉カズマが出てきた。なんかすごく光ってますねこれ。まあこんなのね見せててもあんましょうがないんで、これも初めてゲットしました。別にそちらを見ているわけではありませんから。お構いなく。下水なマジ。このスーパーで、最後もう一枚ですね。ちょっと流れ悪いんでこうやって切って、まああんま関係ないんですけど、リセットして気持ち切り替えて引いていきましょう。パーティーメンバーの募集はこちらです。ワンチャンあるか。リーンでしたね。これは持ってるな。はい、ガチャは、こんな感じでした。まああそこで交換して引いてない方もまだ、星3以上確定ガチャっていうのがまあ3つ交換できるんで、まだ、星4キャラ心もとないなっていう方はぜひあそこで交換していただいて引くといいと思います。今回の動画はこちらで以上となります。で今後ですね、まあ今ちょっと周回ゲーになってるところがあるんで、まあ今後次のイベントから新要素だったりだとか、バトルアニーナが、ランキング復活してほしいなとは個人的には思っております。それでは、それではご視聴ありがとうございました。